ーナーさんが40代半ばの方なんで、まあ、あまりその子供っぽくならない普通の、まあ、さりげないチョッパーっていう感じですかね、はい。まあ、ベースが、ベーカーの6速が乗ってたんで、まあ、それを活かして、あとマグネットも最初からベース車でついてたんで、まあ、それを活かして純正のフレームで、まあ、加工はせずそのままやったっていう感じですね。が一番前の6速なんで、まあ、ニュートラも出しやすいですし、で、まあ、オーバートップ6速なんで、まあ、オーナーさんは乗りやすいって言ってました。そのミッションとオイルタンクのちょっとその収まりが悪くて、でオイルタンクの方をちょっと加工して、まあ、純正タイプのオイルタンクをつけたかったんで、バレルタンクとかにすればすんなり収まったと思うんですけど、そこでちょっと、まあ、その辺加工は結構やりましたね。